外気の中の谷回りになる部分で、ただこう先落としみたいな感じで、ただこうエッチングを使わないでずっと落としていくだけだと、ターン一つの中で、スピードコントロールする場所がターン後半だけになっちゃうと、やっぱりこう前半スピード出て後半にそのスピード速い自分の持ってる落下エネルギーが強いものが一気に強く、山でにぶつけちゃうとずれやすかったり、このワークの外に出ちゃうので、前半からこううまくトップ中に入れてよりもっとこう体も落としやすくなる、コントロールもできるみたいな、そこもなんか滑っててバンクで滑ってるんですけど、この絶対はみ出ることもないっていう自信が、前半もしっかりとうまくこうコントロールして、ズレを使って谷を入ってあげる。なんで、まさくんにも今、さっきも言ったんだけど、バンクってなってくるんですよ。状態のブロックで滑ってるだけじゃなくて、少しこう動きを入れてあげると、全然こう印象が変わってきます。あまりこう、ブロックっていうイメージを強く持ちすぎないで、こうターン弧を描くようなイメージのターンをするときは、まあ、バンクにして、直線的なときは、まあ、体ちょっとブロックをちょっと強く意識していくような、こう違いを使い分けをしていくという。じゃあ、今、まあ、体軸がまっすぐ落ちていくのと、こう横移動しながらです、まあ、縦の状態で横移動をやったので、今度はこの前後に軸を使ってください。難しい。